どうもこちらレジェンドです。今日もバーサスフレアの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。さあこのツモは DT 砲じゃないかな、 DT 砲ですね。 DT 砲に対し相手が開幕 TSD、 さあ DT 砲の D を打って、さあできるだけ相手先読みしながら、TSD から TSD を送ってるのいいですね。やっぱりその総裁外してから高速で送るにはできるだけ先読みしといた方がいいので、ペリシペルスでどん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 火力を送ってきているが、さあ相手ティームの間に合うか。おお、ギリギリ間に合った。今の間に合うんだね。大見の超高速で置いて無理やり速度で間に合わせに来た。さあそれに対してこちらテトリスから、積み込みでしっかり T スピンダブルテトリスのルート。しかし、TSD からこれ、ホリレンでテトリスまで行きますね。テトリスから T ミノ、J ミノ、S ミノまでかな。S ミノまでで、このホリレンは非常に強い。T スピンシングルと送っているが、相手穴場めちゃくちゃ辛いんで。さあ、2ライン消し、2ライン消しを掘っていくが、どうだ。さあ、で、おー、いいですね。アイミノで立ててから3ライン消しにしたのが重要。例えばだけど、その、5ライン分、こちら今火力送ったけど、相手、J ミノの3ライン消しで、したんで耐えられましたね。3ライン消しでライン消去をしつつ、3ライン消しの攻撃って2ライン分の火力があるので、実質5ライン分のその T スピン、バックトゥバック、T スピンやらテトリスやら送られても、相手に競り上がらないんですよね。だから3ライン消しは、非常に強いです。さあ、こちらテトリス送って、かなり自利品だが、どうだ ?T スピン、S ミノが超えずに刺さっていく。おそらく S ミノを左側に置いて、T ミノで屋根をつけて T スピン落ちたかったんだけど、ちょっと、急ぎすぎてしまったせいか、S ミノがこいつに刺さっていきます。さあ、今回は DT4 を、今回もかな、今回も DT4 を。さあ、どうだ、レンには行かなかったか、レンには行かずに、お互い穴いいですね。さあ、お互い火力出そうな地形だがどうだ、テトリス作る、それを支えずして T スピンダブル。まあ、地形は悪くないですね。T スピンダブルと送って、うまい感じにドネイトしたいところだけど、ドネイトはせずに、冷静に無難にいきますね。T スピンダブル。相手 T スピントリプル。受けてからテトリス送る。地形は悪くないですね。地形はかなり悪くないが、テトリスから、千鳥講師で先読みしといて、T スピンダブルから T スピンダブル。さあ相手、T ミノちょっと空手になったんで、これは痛い。速攻で総裁外して火力送る。結構こういうのね、今の高速で受けてからテトリス送ったんだけど、これってまあ、結構、ま、リスクも若干あるんですよね。冷静に受けてからテトリス無難に送るときと、もう高速で受けてからもう本当にシビアの、かなりシビアのタイミングで打つのって、アイミノが結構回転しないときがあるんですよね。あんまり早くやりすぎると。だけど、やっぱりこのレベルの相手になってくると、その、ちょっとした時間も、復帰されてしまう原因になってしまうので、まじま受けてから高速で送るようにはしましたね。まあ、状況にもよるかな。確率にその、総裁外してから、テトリス打ったら、刺さるという場面なら冷静に行くと思うけど、まぁ、ちょっと、刺さるという確信がない場合は、受けてからも高速に送りますよね。結構総裁外しのタイミングというかね、ソロコンボも重要になります。もう一つ見ていきましょう。かなりシビアなタイミングを、要求される。さあ、これは TSE じゃないかな。開幕 TSE ですね。TSE に対して相手が TKI。TKI 久々に見ましたね。さあ、トリプルから。これは強いやつかな。ティスピントリプルでさらにその下も、ティスピンダブルになるんだね。しかし、ちょっとミノが噛み合ってなさそうで、若干辛そうにしてるところにさらに、S ミノも機密してしまう。そこに、どうだったんだ ?T ミノを入れたかったのか、それともティスピンフィンを打ちたくてミスってしまったのか、ちょっとわからないけど、T ミノがずれてしまって下がっていきましたね。一応、あの形はティスピンフィンにはならない形だったので。多分おそらく単純にティミノがずれてしまった感じでしょう。さあこちら DT パフェの画面、DT パフェの構えに対して相手アイミノのオキビス。しかし、まあこちらもそんなに火力ないんで、総裁外してから TSD テトリス送るが、まあまだまだ大丈夫でしょう。大ミノずれてしまった。大ミノずれてしまったの痛いが、一回2ライン消ししてからテトリス。さらにテトリス。相手はホリレン、S ミノで先読みしましたね。しかしティミノが、間に合わないがギリギリ耐えられるか。L ミノ、アイミノと耐えられる。それを総裁外して、こちらも置きミスしているが、T スピンダブル送って、さらに上部で T スピンダブルから、アイミノ、ホリレンで J ミノまでかな。J ミノまで。まあ、しかし相手も復帰しますね。しっかり復帰して T スピンダブルから、平積み体勢。ちょっと、若干不利かな。若干不利だが、まあまだまだいける。
カリとテトリスで操作を当てる。穴バラ的には相手の方がいっているので、ここで有利になりましたね。さあ、ティフィンシングルで操作を当てるが、こちらも穴バラ来てしまう。まとめ1再生で、面がどこまで繋がるかといったところだが、Z ミノまでで妥協。T スピンダブから SSD かな ?SSD をしっかり組んでって、積んで、T スピンダブルから、ホリレンでこれどこまで繋がる ?Z ミノ、L ミノまでか。できれば、おーっと、相手がアルギミス。辛いですね。アイミノのミスは本当にアイミノでしかリカバリできないのが厳しいところ。ちょっと、ずれてしまいましたね。通称アルギミスと言います。まあ、こちら、まあ、直列強かったですね。さらに、できれば、理想を言えば、そのままホリレンで刺しに行きたかったところだけど、まあ、ちょっと繋がんなかったんで仕方がないですね。しかし、相手のミスをしっかりと咎めていったって感じ。さあ、大ミノミスってしまったが、ここ、ジェイミノね、ヒュイッというね、回転を駆使しながら、しっかりリカバリー。さあ、T スピンダブルで相手テトリス、相対当たる。テトリスを3に送るが、相手も T スピンダブルでしっかり相対当てる。さあ、展開が早いですね、本当に。お互い高速で火力を送ってるんで、めちゃくちゃ展開が早い。さあ、相手ホリレンで Z ミノまでかな。Z ミノまでのホリレンだが、Z ミノがずれてしまう。かなり痛い。さあ、これ、チドリ講師ですね。Z ミノで屋根をつけて、さらに、J ミノの先読みのチドリ講師という技です。さらに、ホリレンも結構繋がるんで、これはめちゃくちゃ強いですね。やっぱりその、火力作る面ではかなり千鳥講師、先読みはめちゃくちゃ重要になりますね。特に、中家テトリスの場合は千鳥講師のその使える場面がかなり出てくるので、ああいう先読みが見えるようになると、かなりバリエーションが広がって、火力の、リソースというか、火力の作り方に、なんつうんだ、定評があると。いうことですね。ちょっと語彙力ねえな。もう一つ見ていきましょう。さあ、このツモも DT 法じゃないかな。この DT 法ですね。大体自分 DT 法の開幕が多いので、それに対して相手が、中開けてるんですですね。さあ、DT TKI に発生して、アイミノを置いて、しっかり TKI 打っていく。さあ、相手 STMB ケーブルから T スピンダブルだが、どうでしょうね。これはまあ、まだ展開は動かないですね。しっかりこちらも平積みで火力、耐性だが、J ミノの置き見せしてしまう。冷静に掘ってって、ジェイミノまでか。ジェイミノまでのホリレンルート。さあ、しっかりテトリス間に合わせて、T ミノが若干遠いが、まあ、組んでも問題ないでしょう。T スピンシングルでした。シングルから、T スピンダブル。T スピンダブル送って、さらに、おーっと、Z ミニも見せてしまった。Z ミニも見せてしまったが、おおむね、おーっと、どうなったんだ、今。S ミノが横置きされちゃったのか。S ミノが横置きされてしまった。で、致命判定になってしまいましたね。一応今の S ミノ縦置きして、大ミノを左側じゃない、右側に持っていけば、ドネイトの T スピンダブルが打てたんだけど、ちょっと回転が入らなかったか、縦置きしてしまって、あ、じゃない、横置きしてしまって刺さってしまう。もったいなかったですね。結構いいリカバリーだったと思うんだけど、もったいなかった。さあ、これはガンフリですね。相手がまとめ打ちでかなり、競り上げられるが、なんとか、ホリエンでいける。エルミノマですね。エルミノまでのしっかり LJ イリュージョンで返していく。テトリスから T スピン、シングルかなこれ。シングルですね。シングルで相手総裁外すのを見越して、しっかりダブルで総裁当てる。さあ、削って、アイミノまで。そこに相手が S ミノの置き水かと思ったら、これ先読みか。うまいですね。しっかり先読みして、さらにフィンもうまいですね。T スピンフィンをうまく活用するのは非常に重要なんで、今のはフィンは実用性あるんで相手うまいですね。さあ、テトリスから T スピンダブルまとめ1体制。さらに T スピンダブルは組まずに4列に行った。4列に行ったらうまく繋げられるか、これ。Z ミノ、アイミノ。ちょっと繋がらないですね。さあ、S ミノで、屋根つけて T スピンダブル打てたとしても左側の溝がめちゃくちゃ辛いんで、どちらにしろ厳しいですね、今のは。ちょっと4列連に発生したのは悪手だったかな。普通に T スピンで行くべきでしたね。ちょっと組めるかなと思ったけど、あまり繋がんなかったので。やっぱり、4列連はかなり猶予がある場面じゃないと、まあ、このレベル相手だと火力で不利になっちゃうんでね。ちょっと組むときは、しっかり考えた方がいいですね。さあ、テトリ取って相手穴場辛い。T スピンダブル送って、アイミノの2ライン消しだと耐えられないですね。2ライン消しだとやっぱりその競り上がるんで、1ライン分の総裁プラス2ライン消しなんで、3ライン分の総裁しか合計ないので、2ライン分競り上がるんですよね。それに対して3ライン消しの場合は本当に5ライン分すべて完全総裁できるので、仮にあと1ラインで刺さるという場面でも、3ライン消しができれば、相手の BTB 付きの
T スピンダブルやらテトリスやらは与えることができます。なんで3ライン消しはめちゃくちゃ強いですね。2ライン消しと3ライン消しではかなり差がある。さあ T スピンダブルからテトリスをしっかりなんとか操作当たったんで大丈夫。さらにテトリス送って相手ダブルだが、ティーミノが若干遠いが、これはこれで積み込みになってるんで強いんですよね。しかし SZ が多いんで、ちょっとホリレンは繋がんないか。ホリレンにしてきましたが、どこまで繋がる？エルミノ、オーミノ、Z ミノ、エルミノ、J ミノまでか。強いですね。さあ、こちらは、ちょっと穴場多いんで、しっかり穴場回避しながら掘っていきたいところだが、かなり苦しいですね、これ。火力負けしてると、どん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 こんな感じで穴場になってしまうので。かなり、さらにここにも操作当てて、さらに穴場になってしまう。ここも操作当てて、ちょっと穴場気味になってしまいましたね。さあ、この半無限ループ辛い。どっかでなんとか操作外していきたいところだけど、相手の火力早いですね。なんとかホリレンのルートを今見つけられたと思うんだけど、押し切られてしまいました。一応、ホリのルートはあったんですけどね。穴場やっぱ辛いな。こうやってどん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 押し切られてると、本当に火力負けして操作当ててる分、さらにどんどん穴場になってくるんで、うまく掘ってったとしてもまた穴場、さらに、頑張って操作当てても、穴場っていうね、かなり厳しい状況になってしまうんで、やっぱり、ああいう場面でも、うまい感じに立ち回る、まあ、難しいんですけどね。例えば、なんとか無理やりバックトゥバックつけて操作当てるだとか、強気な操作外しから、ホリレンで一気に返していくだとか、まあ、そういう判断が必要になりますね。少なくとも、操作を当てるとどん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 、永久に自利品になっていくので、どっかで何かをしないといけない判断が、必要になってきますね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。